これは A2 の戦闘の後でしょうか。肝心の A2 の反応はないみたいですね。ん、なんだろう。ポット、解析をお願い。解析結果、ヨルハ特殊指定機体 A2 に関するデータログと推測。内容は、破損部分が大きく、これ以上の解析は不可。どうして機械生命体が A2 の情報を。他にも反応があります。行ってみましょう。
他にデータチップの反応はありませんね。これで最後のようです。ポット、回収したデータチップを解析後、各チップと照合して。解析完了。 A2 に関するデータを含むデータ群、他データチップと照合、照合完了。第14次機械戦争真珠湾降下作戦に関する報告書と推定。真珠湾降下作戦、僕たちの前世代旧型ヨルハで遂行された作戦ですね。とりあえず目的は達しました。レジスタンスキャンプへ戻りましょう。
アネモネさん、A2 さんと何があったんでしょう。語るに時間が必要なこともある。長く戦っている兵士ならなおさら。そうなんですね。ナインエス、あなたも。え？あなたにもいつか分かる日が来るかもしれない。はい。
侵略者を発見。王国騎士団の我らが森の森の命を高めよ。我らの森の命を高めよ。疑問。アンドロイドは自らエネルギーを生成可能。レジスタンスにもどう？その肉は不必要。さあ、私にはわからない。侵略者を発見。王国騎士団の我らが森の森に命を高めよ。我らが森の森you
の肉とイノシシの肉は揃ったな。依頼主のところへ行こう。へえ、変わった花ですね。月の涙と呼ばれる植物。月の涙、いつの間に。この花、月の涙って言うんですね。これを見ているとなんだかいろいろなことを思い出します。なぜだかわかりませんが、巨大なイノシシに何度も襲われたことや、体を壊されて、その度にいろんな部位を装着して試したりとか。なかなか壮絶ですね。それにこの花を見るとよくわからない感情に満たされるんです。胸のあたりがキュッとするような。あの、一つお願いがあるんですけど、いいですか？もしこの月の涙も咲いている場所を他にも見つけたら教えてください。このよくわからない思いの正体を知りたいんです。だからお願いします。ありがとうございます。もし月の涙を見つけた時はこの周波数に通信してください。お願いします。
月のエミールさんに知らせましょう。はい、何でしょう。月の涙を見つけました。場所は今すぐ行きます。そこにいてください。そこにいろっていつまで。お待たせしました。ああ、そうだ。そういえばここは。何か思い出したの？ずっと昔この花を保護していた記憶が断片的に残っています。でもどんどん砂が浸食してきて花もどんどん枯れていって、そういえばその頃から人を見かけなくなった気がします。人間を？探してくれてありがとうございます。別の場所を見つけたらまた教えてください。僕はもう少しここにいます。敵は近くに。これは月の涙。はい、何でしょう。月の涙を見つけました。場所は今すぐ行きます。そこにいてください。そこにいろって。お待たせしました。やっぱり早っ。ああ、そうか、ここは昔エイリアンが襲来してきた時のことです。僕はここで地球を守るために必死になって戦いました。エミールさんが。
きっと何か守りたい大切なものがあったんだと思います。でもそれが何かはわからない。探してくれてありがとうございます。別の場所を見つけたらまた教えてください。僕はもう少しここにいます。これは月の…はい、何でしょう。月の涙を見つけ…今すぐ行きます。お待たせしました。さすが、早いですね。ああ、そうか。ここでは何があったんですか。エイリアンとの戦い、その戦況は日々悪化していきました。僕は戦闘に勝利するために自己増殖したんです。でも敵の数もどんどん増えて、たくさんの仲間が命を落としました。もうずいぶん昔のことです。そうですか。エミールさんっていつから生きてるんですか。よくわかりません。戦うのに必要のない記憶だったから。探してくれてありがとうございます。別の場所を見つけたらまた教えてください。僕はもう少しここにいます。
ここは好戦的な敵が多いですね。どうして機械生命体は。
襲ってくるタイプとそうでないタイプがいるんだろう。推測、ゴミ。失敗。反応なし。推測、ゴミ。終了。
開始。あのタイプ見たことがない。敵兵発見しました。よし行くぞ。機械生命体の入れ込まれ迎撃する。ポット解析を進めて。この辺りは前回の大戦争の時に地盤が破壊されてしまって町全体が沈下しつつあるんですよね。
釣りを開始。報告、新鮮。ポットが釣れた。報告、何らかの理由によりセーフモード状態で投棄された模様。再起動と所有権の上書き確認を。起動確認、アクセス成功、所有者の上書き登録成功、特殊兵装が使用可能。釣りを開始。キャッチ。終了。
開始。捕獲完了。
終了。さっさと倒してお風呂に入りましょう。トゥビアンドロイドは風呂に入る必要はない。定期的な部品洗浄メンテナンスさえあれば問題ないはず。もうトゥビは気分ですよ。気分。これは月のな。お待たせしました。まだ伝えてすらいないのに。エミールさん、大丈夫ですか？今、思い出しました、僕は。え？ありがとうございます。おかげで、大事な場所を思い出すことができました。大事な場所？はい。それは彼にとって、とても大事な場所。お礼に案内します。この鍵を使ってください。これはショッピングモールにあるエレベーターの鍵です。後でこの場所に来てください。すみません、先に向かってください。僕はもう少しここにいます。対象のミサイルを発見。あれを守ればいいのか。
敵は抜くな。敵は近くにいるぞ。よそ者の侵略を決しているんですか。我らが王を守るのだ。守るのだ。エミールさんから渡された鍵はここのものですよね。こんなに月の涙が。この場所は。来てくれてありがとうございます。エミール、ここは僕がどうしても守りたかった大切な思い出の場所です。いえ、正確には僕だった人なのですが。よくわからないな。詳しく教えてくれますか。僕はもともと大昔に兵器として作られました。ありとあらゆる環境に適応し殲滅するための兵器の一部として。兵器だったのか。エイリアンとの戦いが始まった時、僕は自己増殖による兵力増強を行いました。自己増殖。はい、僕は複製された無数のエミールのうちの一人です。僕たちはお互いに協力し合うことでなんとか防衛線を維持していました。しかしそうやって何百何千とコピーされていくうちに僕たちの記憶は薄まっていったのです。ここはもともとのオリジナルのエミールが好きだった場所。ずっと昔大好きな人たちと一緒に過ごした場所。辛いことも悲しいこともたくさんあったけれど、でもオリジナルにとってあの旅の記憶は本当に本当に宝物だったんです。僕の記憶の中にもかすかな名残として残っています。そのオリジナルってのはどこに。わかりません。僕らはそのあまりにも数が多くなってしまったので。そうなんだ。そして僕たちには決着しなければいけないことがある。え？ああそうだ、これまでのお礼にこれを渡そうと思ってたんです。どうか受け取ってください。月の涙は願いが叶う花だと言われているんですよ。ありがとう。僕の方こそありがとうございました。おかげで大切なものを思い出すことができました。この思い出があれば僕は一人でも頑張れます。
げで大切。敵兵発見しました。よし、行くぞ。機械生命体に追い込まれ、迎撃する。ポット、解析を進めて。
Thank you.
これでこの辺りの機械生命体はおおむね排除できましたね。トゥビー、9S 司令官、緊急指令だ。君たちも知っての通り、我々が保有する空母が補給のために寄港予定だ。しかしその空母が機械生命体たちの攻撃を受け交戦状態に入っている。すでに廃墟都市方面に駐留中の全ヨルハ部隊に連絡をしているが、君たちにも援護に参加してほしい。マップデータおよび飛行ユニットを転送する。以上。司令官って本当に人使いが荒いですよね。そういうことができる人じゃないとリーダーは務まらない。なるほど。新型のアンドロイド部隊支援要請。現在我々は敵軍の攻撃を受けている。護衛艦は大破し行動不能になった。手持ちの支援機で応戦しているが押されている状態だ。繰り返す。こちら空母ブルーリッジ2、付近にいるアンドロイド部隊の支援を求む。の方角、距離 2.8km。
壊を確認。これより周囲の警戒に行こう。ちょっと待って、まだ大型の敵反応が残ってます。その敵は今破壊したはずじゃ。そんな。こんな大きな敵、どこに？何あれ？EMP 攻撃で接近を防いでるのか。なんとか別の方法で攻撃しないと。クービーさん、衛星レーザーの直接攻撃承認が下りました。でも敵の発生する電磁波明細で照準が不安定になっています。発生源を突き止めて破壊してください。簡単に言う。すみません、でもよろしくお願いします。EMP 発生機の位置を確認。マップにマーク。推奨 EMP 発生機の速やかな破壊。前に確認されたのが唯一の記録。上陸後に超超強力電磁波攻撃を敢行。当時の戦闘では護衛部隊のレジスタンスが全滅。つまり上陸を阻止しなくては再び惨劇が起きる。その推論を支持。
喪失を確認しました。衛星レーザー攻撃着弾します。本体にも電磁波防壁があるのか。苦戦しているようだな。ヨルハ部隊、北部 12C 防衛本部から派遣された傭兵部隊だ。私は隊長の 4B。 ここは我々に任せろ。トゥビー、ここは造園部隊に任せましょう。僕に考えがあります。場所をポイントしました。そこで合流しましょう。トゥビー、ここには沿岸防衛用の迎撃砲が付設されています。あの怪獣も近距離からの物理砲弾なら EMP の影響を受けずにダメージを与えられるはずです。了解。僕が照準をアシストします。敵の外壁が分厚すぎてこの砲弾じゃ。トゥビー、敵の内部に直接攻撃をするんです。直接？そうか。そうです。奴の口の中に砲弾を打ち込んでやってください。いいですよ、ここを離脱しましょう。生命体のネットワークに組み込まれていたから覚えているんですが、上陸した途端に暴走し、敵味方関係なく攻撃を始めたんですが、結局我々も暴走を止めることができなくて深海に投棄されたのですが、再び上陸を試みているようですね。そうか。トゥビー、ちょっと思いついたことがあります。ここで怪獣を食い止めておいてください。頼みましたよ。9S が戦線から来た。脱走兵として司令部に登録することを提案。ダメ、きっと 9S には考えがある。搭載予定だったミサイルを使用できないか試してみます。コントロールを妨害されないよう敵の背面にある
EMP 攻撃ユニットを破壊しておいてください。了解。
絶。墜落した夜波部隊の捜索と救援部隊を編成しろ。トゥービー、ナインエス、死ぬなよ。キャッチ。報告、新鮮。捕獲失敗。報告、新鮮。
国新鮮。報告失敗。ヒット終了。バンカーに通信。こちら 2B、 応答せよ。オペレーターより 2B、 2B さん、大丈夫ですか？現在ボディチェック中。基本機能に問題は見られず。よかった。それよりも状況を教えてほしい。わかりました。海岸に襲来していた超巨大機械生命体ですが、8時間前の 2B さんたちによる攻撃によって停止しました。8時間も。各地の通信施設が EMP 攻撃の影響で使えなくて、現在復旧が遅れている状態です。データアップロードができなくなっているエリアもありますので注意してください。ナインエスはどこに？それがかすかなブラックボックス反応はあるのですが、現在地を特定できていません。ブラックボックス反応があるのなら生きてるはず。ナインエスの捜索を開始する。司令官に許諾申請を。司令官からはすでに残存ヨルハ部隊の捜索を優先する命令が出ています。ナインエスさんを。
お願いします。了解。ポット、付近のブラックボックス信号を検索。ブラックボックス信号を検知できず、微弱なブラックボックス信号の検知には特殊なスキャナーが必要。特殊なスキャナー？レジスタンスキャンプで使用実績あり。推奨。レジスタンスリーダーからの情報入手。了解。Thank you.
格完了。
何か用か。微弱なブラックボックス信号を検知できる特殊なスキャナーを探している。特殊なスキャナー？あ、ちょうどそのあたりに赤い髪のアンドロイドがいる。トゥビー、赤い髪のアンド、いや、何でも。なんだお前。そんないきなり喧嘩腰はダメじゃない、デポル。ポポルは不用心すぎるんだよ。ごめんなさいね。何かご用でも？微弱なブラックボックス信号を検知できるスキャナーを探している。ああ、そういえば前にそんなのを作ったな。こんなのでよければやるよ。そのチップをセットすればブラックボックス信号、他にも貴重な資源とか、ま、うざ、他にも必要なもの。あんまり私たち、デボル、
Thank you.